プロスポーツとは、かつて株式会社日刊プロスポーツ新聞社が発行していた経輪の週刊情報新聞である。1947年、日刊プロスポーツ新聞社を創立した月岡浅太郎が、自転車という名称の情報誌を創刊したのが当時のルーツであり、1952年に日刊プロスポーツ、さらに1960年にプロスポーツと解体され、 今日に至る16ページ立てで内容は主に発売日の1週間から10日後に開催される場の予想及び展望が中心そして後半のページには開催場の成績を入場者数及び売り上げの各記録とともに掲載しているほか日刊プロスポーツ新聞社が独自の計算方法で脚力指数を算定した S 級選手のデータを掲載している かつてはブランケット版の発行であったが、後にタブロイドに変更されている。また、かつては新春、日本選手権競輪、オールスター競輪の獲得集合における発行以外は二式釣りであったが、2009年1月21日号より一面及び裏一面については、毎号からアスリとなった。毎週水曜日に発行される。 2012年から2013年にかけて月間経輪、経輪マガジンといった他の経輪情報誌が相次いで休館となったことにより紙媒体で発行される経輪情報誌は本市が唯一の存在となった。2018年10月第3551号をもって休館することが告知された。ただし休館後も経輪公式サイト上で プロスポーツ号外版を不定期に掲載しており、編集部は存続している模様。ありがとうございます。